その東洋一のダムを作っとんしゃうわけよ、日本人の技師がね、技術者がね。だけどほら、お水を生活用水をやっぱり整えてくれたとか言ったら、やっぱりあのね、技術を持って、で、まあ、今アフリカに対してそれは日本はこうしよったりするっちゃけど、でその時にね、あの何回なここにさ、ちょっと前から聞いとったけど、ここあの日本精神って書いて、発音がちょっとわからんじゃけど、リップンチェンシンっていう言葉があるね。あの台湾にはリップンチェンシンという言葉があります。あなたには台湾、あ、日本精神があるねと言われることは、台湾人にとっては最高の褒め言葉なのです。日本精神というのはこういうものですという明確な定義はあるわけではありませんが、その意味を台湾の人々に聞いていくと、おおむね次のような意味で使っているということが分かりました。時間や約束を必ず守る。じゃあ私今日遅刻してきた日本人じゃないやんこれね。時間や約束を必ず守る。勤勉で誠実で親切で自分の仕事に誇りを持っている。さらにみんなのこと、次の世代のことを考えられる。それが日本精神のある人なのです。八田さんが台湾でこれだけ愛されている最大の理由は、台湾人にとって八田さんの存在こそが日本精神の象徴だからです。かつて日本人を見て台湾の人々はそこに美しいものを感じたのでしょうね、ということで、これを台湾の人は日本精神と呼んで、戦後もずっと大切に継承してきました。日本人が戦後お金や物質の豊かさという目に見えるものばかりを追い求めてきたとは対照的ですね。戦前戦中の日本人の生き様が台湾のおじいちゃんおばあちゃんに受け継がれています。今度は台湾のおじいちゃんおばあちゃんたちから私たちが美しい生き方を学ぶ番なのかもしれません、ということで、ちょっとね、あの八田さんっていう人がどんなことをしたのかとかいうのはちょっと一応知っておくと、というので、あのなぜあの台湾の人が日本人をすごく、だから要するに、いい人がたまたま追ってくれて、あの昔ね、でもだんだんそれが消えていきようもんやけんね。いや、でそれでこの父とかを読むのはね、いいことなんじゃないかなと。